退場。ちょっと待って、もう待って待って、始まる前、退場らしい、退場らしい、退場ね、こんにちは。こんにちは。いやもうそうで、いきなり退場コールから始まりましたけれども、そうだよ、まあ、退場といえば昨日まずね、はい、白井さん、はい、白井審判員、はい、ロッテとの相性が悪いっていうのはあるね、はい、あるっていうか、勝手に周りがもうそうやって見ちゃうよね、佐々木朗希の話から。まあそうですね、そう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 。で昨日レアードが、はい、まあ、三振を取られてね、見逃しの三振を取られて、ちょっとこうイチャモンをつけた、はい、それに対して最初はこうやって制止をしてたんだけど、まあなんか二言三言言った時に、まあ退場という、はい、ね、ことはあったんだけども、まああれをちょっとやっぱ映像で見ると、はい、うん、まああれはストライクでしょうがないかなっていうふうに俺も思うし、はい、あれでイチャモンつけてたらもう野球の試合にならない。いや俺もね、退場になった時はある。まあここら辺のボールが来て、はい、避けたんだよ。それをスイングに取られて、えって言って、はい、いや避けるためにじゃないのって、フルーツ意思は全くないよって言ったんだけど、うん、いやスイングですって言われて、なんだよ下手くそって言って退場を食らったんだよ、はい、だからまあその同類のことを言ってると思うんだよね。多分なんか英語でそういうなんかワードを言われたから、あの審判も球審も、まあそうだね、だから言う方が悪かったと思うんだよ昨日は、ね、昨日は、はい、でもその伏線がさ、うん、その前日にあって、はい、井口監督がね、うん、エチェバリアのストライクボールに対しての判定にやっぱちょっと抗議、異議申し立てをして、まあ、退場になったよね、はい、で井口監督っていうのは、うん、まあ、ベンチから横目で見てるから、うん、横のラインで見てるから、うん、高さ高低は分かるんだよ、はい、でその時、まあ、白井球審じゃないよ、はい、その時はねちょっと低かったと思うんだよね、うん、俺は。だからあれはやっぱこう、あれでゲームセットだからちょっと待てよって、満塁になったじゃないかっていう、はい、そのジレンマとエチェバリアをやっぱこう擁護してやるために選手を、うん、俺は井口監督は言ったと思う。その話がエスカレートして退場になったと思うんだよね、うん、まあちょっとロッテはイライラしてんな、全体的にチームは。あの佐々木朗希投手の、あの、うん、と白井球審のあの件からちょっとまあ判定だったりとか、まあ、チーム自体はもちょっとそうだね、はい、だから場内であの白井球審に、はい、白井球審というか白井審判員がどこにつこうが、はい、ちょっと拍手が起こるというねなんかまばらまばらまばらだけど、はい、まあだけど時の人になってるよね今かなり白井球審、あの名前がヤフーニュースとかに出ない日がないというか、ないよね、で昨日の出来事なんで。いやだけど俺ね、昨日はね白井球審は俺は全然悪くないと思うし、しかるべき態度を、毅然たる態度を取ったということでね、うん、まあ、別に俺は何とも思わなかったけども、はい、話のねつながりが、うん、白井球審のイメージを悪くしちゃうとさ、はい、なんていうのかな、遺恨が残るというかさ、ロッテと白井審判員にね、はい、だからこれローテーション変えることってできないのかなと思ってさ、ロッテ戦とその白井審判の例えば球審の日をちょっと ずらすというか、まあ、ずらすというか、そのロッテ戦には球審させないとか、うん、はい、まあ、させないって言ったらおかしいけど、うん、そうね、ちょっと遠慮してもらう、うん、なあ、まあ累進とかね、うんうん、そういうんだったら全然いいけども、うん、なんかそこら辺でのその問題沙汰になってるじゃない、今そうです、ね、それで白井球審が悪いっていうことになってるじゃない、うん、そういうイメージを作るのもどうかと思うし、はい、あと、まあ、勝手に周りはそうやって見ちゃうからね、そうかわいそうなことに。プラスそのやっぱりね、マスコミもあ、いいネタが書けると。そうなの。だから昨日のああいうシチュエーションはもうマスコミにとったらもうありがたいというか、もう格好のネタなわけよ。そうなんですよね。いやだから、まあ、そういうこともね、やっぱこう避けるために、うん、ちょっとローテーションずらした方が双方のためかなって思うよね。例えばロッテ側も、例えば際どいところを、例えばストライクとか判定されたりとか、逆に例えばピッチャーがボールってなると、ロッテ側は ああいうことがあったからちょっと厳しめに言ってんのかなとか、どうしてもそういうのって残っちゃうものなんですか、うん、選手とかチーム自体。まあちょっとあるよね、うん、なんかこうみんなで言うが怖くないみたいなさ、うんうんうん、そういうような状況にもなってるし、まあ、ロッテがこれはもう憶測でしかないけども、うん、日本ハムに1ゲーム差に迫られてんだよね。そうなんですよね。だからそういう焦りもあるんだと思うよ、チーム内で、うん、だからそのみんなが苛立って、なんかこう
球審だとか塁審だとかそういう人にちょっとイチャモンつけるというかさ、うん、まあ、そういうことになってたら寂しい話だし、そうですね、うん、だからストライクボールっていうのは抗議の権利はないからね。そうなんですよね。だからアメリカではその AI、うん、と導入しようかどうかとか、うん、いやもうそれだと面白くもなくなるしね、うん、だから常にやんなきゃいけないし、うん、最近盗塁で常にリクエストをやってる、はい、なんかこう特に感じるのが高部が走った時は常にだから楽勝っていうのがないんだよ、はい、常にリクエストが来てで、だいぶほぼセーフなの、はい、ジャッジ変わらずみたいな、はいね、だから高部はすごく貢献してるんだよ。そういう面では、はい、ギリギリ滑って、はい、セーフっていう判定で相手がリクエストを出して、うん、一つ失うわけだからそうですよね、抗議権を、うん、だからそういう面では非常に貢献はしてるんだけど、まあ、だけどなんか見ていてね、はい、まあ、それが、まあ、プロ野球だから楽しいっていう人もいるけど、うん、まあ、白井球審と確執ができてみたいなさ、うん、そういうんだとやっぱこうそこがプロ野球じゃないし、うん、もう少しちょっと審判員の方もちょっと考えてあげた方が、うん、だから白井球審、まあ、球審昨日はね、球審、はい、が下手だとか全然思わないしね、うん、まあ、ちゃんとキリッとやってるし、うん、だから何の文句もつけようがないし、まあ、ストライク言われてもしょうがないだろうなって思うところを抗議されてるとさ、うん、してると、うん、もうちょっとやめとけよみたいな、うん、いうことにもなるしね、はい、まあ、そういうことがなんかこうもう動けなくなっちゃうよ。もうガチガチに。そうですね、うん、あとあれなんですか、例えばロッテ側サイドとその審判団との、例えば和解ではないですけど、いやこっちもこうだったし、いやうちの方こそっていう、なんかそういうのもなかった、ない、うん、でもそういうのもおかしいよね。なんか談合みたいで。いやとか、あと例えば何かしらの声明を本人の口から出さない限り、なんかこの騒動ってだからやらないのが一番だよね。ああ、担当しない言葉ですよね。だからもう関わらない方が一番いい。関わらない。いや特に球審はね、はい、塁審だとかそういう審判員はもし何かおかしい時にはリクエストがあるじゃない、はい、だからそれで正しい方向に向くからさ、うん、それもそれでいいと思う。球審のストライクボールとかさ、そういうものっていうのは佐々木朗希から始まり、うん、まあ、昨日のレアードがあったり、はい、その前日の、まあ、これは白井球審ではなかったけど、はい、エチェバリアの時のストライクボールっていうのがあったじゃない、うん、だからなんていうの、白井球審が悪く、圧倒的にロッテファンの方が多いよね、白井球審よりも。のファンよりも。そうですね、そうだよね、ええ、そしたらやっぱ敵を作らせたらかわいそうだよ、白井球審が白井審判員がそうだろう、何万対1ぐらいになっちゃう。そうですね、細々家族がファンですよみたいな。まあまあ、そうですね。いや、それじゃあさ、かわいそうじゃない、うん、あと、どうなんですか、その審判によって、例えばその発言とかその態度だったら、まあ別に退場はいいよ、だけど、ある審判だと、もうそれ言ったらアウトだよとか、なんかその線引きって曖昧なんですか。いや、それはもう球審とか、うん、その携わった審判のさじ加減だよね。例えば、と思って振って睨むぐらいだったら大丈夫ですか。いや、睨むぐらいだったら大丈夫、何も発しなければ、うん、何をしたらダメなの。いや、だからなんかこう聞こえて侮辱行為っていう風に取られたら、うん、やっぱ退場にはするよね。あの佐々木朗希投手のは、あれは何も言ってないから、あれは別に表情だから、表情だからってことですよね、うん、あ、口なんか発したり、うん、おかしいな、おかしいなもダメですかね。うん、今、おかしいなみたいな。いや、昔はね、死ぬほどあったよ。本当に、うっさーぶらわりありますよね、それセーフでした。さあ、お前ラインやないかいとか、うんうんうん、いろいろあったけど、うん、今はやっぱこう、まあ、紳士たれというかさ、はいはい、抗議っていうのは時間食うからね。まあそうですね、だから できるだけ、うん、まあ、簡素にというか、うん、まあそういうことを望んでるんだろうけども、はい、まあそういうのは人間らしくていいんだけどね、うん、人間らしくていいんだけど、だけど昨日のレアードの態度っていうのは、うん、やっぱ何か一言二言は言ってると思うしね、うん、はい、まあ、それはやっぱこう反省してほしいし、うん、だから俺昨日の場面を見て白井球審が悪いなんて一言も思わなかった、うんうんうん、1ミリも、はい、うん、それ言ってましたもんね。だから1回通ってはなんていうの、映像だからね、わからないけど、はい、正確には、うん、俺もストライクだと思ったし、うん、でも一昨日のエチェバリアはちょっと低いかなって思った。それは思ったんですね。いや、それは思うよ。そうですね。
思うしね。だからそれはさ、そういうところが人間味があっていいんじゃないの。でもエチェバリアも堂々と見逃す様じゃないよ。あそこは、あこれは臭いと思ってカットしに行ったりとか、打ちに行かなきゃいけないボールだった、はい、たまたま堂々と見逃したのが、うん、あちょっと低いかなみたいな、うん、思ったぐらいで、はい、まあ、抗議になって井口監督が退場したけど、うん、だけどやっぱこうちょっとローテーション、そうですね、一回飛ばすとか、まあ、そうですね、スライドとか飛ばすとか、うんうん、なんか当たらないように。そうだね、白井さんもやりにくいよ。まあそうね、やりにくいよ、うん、もう昨日でも表情見ないようにストライクってやってんじゃない、ボールとか、ボールとか、ロッテベンチ見ないように、そうボールとか言って、やりにくくてしょうがないね、やっぱ、まあ、そうですね、だから、まあ、人だからね、そこら辺もちょっとね、審判の本部みたいなところを少し考えてあげた方が、はい、白井さんもやりやすいんじゃないかなと思うよ、うんうん、まあ、そんなこと気に、もうあの中立の立場で絶対やりますって、うん、まあ、そういう気持ちは分かるにしても、はい、やっぱ周りの人間がそういうふうな、ちょっとえって思うような判定があると、そういうふうに見ちゃうから、うがった見方をね、しちゃうから、だからちょっとね、時間を置いた方がいいかも、ね、そうですね、双方ともに何かちょっとね、期間を、うん、ちょっと相性が悪い相性が悪い、やっぱ相性ってあるからね、審判とチームのありますもんね、そこはじゃあ一回ローテを、まあ、そこら辺はお願いしたいなと思う。そうですね、はい。はい。